こんにちは、日本改革党くつざわです。漫画セクシー田中さんのドラマ化で日テレ制作側に原作をめちゃくちゃにされ、1月29日に受水自殺した芦原日奈子さん事件、栃木行ったが群馬のダムに飛び込んじゃったんですね。あの1月の寒い中、低体温症とかになっちゃったのかな。それの調査報告を日テレが今更発表。今後もドラマ化で原作者と契約書は作らない。芦原さんと契約書作ってませんでした。契約書を作ると我々に都合が悪い。社員が原作を無視して好き勝手やれる環境を優先すると。91ページ報告書、報告文書あったらしいんですけど、対策ですね、これを要約するとこんな感じだったんだって。笑いごっちゃないですけどね。世論です。日テレやべえな、クソすぎて吐き気がします。部外者なんか人間と見ていない証拠、なんで自分らの都合しか書いてないの。もうドラマ作るのやめちまえ。ドラマっていうか放送するのやめちまえ。報告書じゃなくて生きった宣言になってるわ。人が亡くなってるのにこれはない。本来なら再発防止のための報告になってないといけないのに、今後も好き勝手やらせてもらいますみたいな宣言になってますね。日テレには大事な原作を提供しない方がいいですね。本来なら再発防止のために芦原さんが自殺するまで追い込まれた原因とかね、その経緯を追及する報告書になってないとおかしいんだが、再発防止のために調査したんでしょ。それ以外の目的あったのか。何このこれからも自分ら都合で好き放題やらせていただきますみたいな宣戦布告みたいになってますよね。事件から丸4ヶ月かけて作成した91ページの対策がこれですよ。こんなだったら発表しない方がよかったんじゃないの。2ちゃんの1位になってるよ。もちろん非難合合、判断はなかったんだろうか。とことんね、日本人と感覚ずれてるよな。もうテレビ局の中にはですね、日本人の不幸を喜ぶ外国人しかいないんでしょうかね。さらに日テレ、報告書公表の場からテレビカメラを締め出し、記者だけの密室で説明会を行った。映像が欲しかった記者のオープンな会見を開いてほしい。要望に対して二次被害なども非常に懸念されますので、カメラの前でご説明することは控えさせていただきました。二次被害が心配だって、テレビで映されると二次被害があんだって、そんな言い訳悪化言って話なんですけど、世論です。二次被害の心配は一次被害の始末をつけてからだろう。もはや日テレには議員や企業を批判する資格一切ない。隠蔽体質すごいっすね。被害者ぶりがって。お前ら加害者じゃい。二次加害の間違いじゃないのか。二次被害が出ると困るから、もうドラマ作るのやめようぜ。放送もやめろ。今後不祥事を起こした議員や企業やタレントも、二次被害なども非常に懸念されるので、カメラ拒否。これ流行らせるべき。別にテレビになんか答える必要ない。他者の不祥事はしつこく厳しく追及するのにね。原作者を自殺に追い込んだくせに自分たちのことは強固に守るんだな。いじめたやつを守る学校みたいになってきたな。加害者には未来があるんですよと言った校長もいたなぁと。なんだろう、日テレが想定する二次被害ってね、原作無視した脚本家が叩かれて病んで自殺すると困るんですかね。原作者が亡くなっても構わないくせにね。原作者は日本人だけど脚本家は同胞だから困るっていうの理由なのかな。日テレは加害者だよね。何を被害者ぶってんのかね。二次被害がという、今後流行らそうぜ。全くですよね。他者を糾弾すること、火のごとく、だんまり決め込むこと、林のごとし、静かなること、林のごとしね。やはりテレビ局の中には日本人の不幸を喜ぶ外国人しかもういないんですね、多分ね。川口駅近くで金を出せ、強盗目的で70代タクシー運転手の腹部を拳銃で撃った
瀬川義一68歳続報。川口駅近くの家賃9万円から14万円のマンションに住んでいた。川口って高いんだね、駅近くだとね。犯人をよく知る行きつけの韓国人店員、韓国系のお店が好きで韓国系の店によく通っていた。韓国人の友人と飲みに来ていた。マッコリをたくさん飲むのでマッコリオッパあーと呼ばれていた。なんかおっぱって兄さんみたいな、68歳で兄さんってねえだろ。おだてたか、あーマッコリじいさんがいいんじゃねえの。酔うと口調が荒くなっていつも他のお客さんと喧嘩するので困っていた。殴り合いまでにはいかないけど凶暴な性格だった。悪い人じゃないんだけど、悪いだろ酔うと他のお客さんと喧嘩する、悪い人だろ、じゃないんだけど自分が一番だと思ってるから。犯行に使った拳銃は未だ発見されていないそうであります。世論です。あ、察し、あ、爪か、あ、そっち系かよ。まあそりゃね、あ、やっぱりおっぱとか呼ばれる時点でへえ、国際的な人なんやね。マッコリじいさん怖え。テレビ報道しない自由発動。今後は不自然に続報がなくなる。犯罪者多すぎ。普通の日本人男性はおっぱとか呼ばれない。呼ばれても怒るよね、普通の日本人は。何言ってんの、何語だそれ。どういう意味だ。なんかもうやっぱりっていう感想しかないっすね。普通の日本人マッコリ飲まねえよ。韓国人の友達いないし韓国系の店行かないですよね。あとおっぱと呼ばれて何それって、ちょっとクレーム入れるね。凶暴だが悪い人ではない。韓国人店員言うこと違うね。日本だと凶暴な時点で悪い人なんだけどね。韓国では違うのか。へえ、いい凶暴な人が存在するのか韓国では。へえ、酔うと他の客と喧嘩するんでしょう。悪い人じゃん。そんな常連客いる店に行きたくねえですね。拳銃を所持してたってことで本職のヤクザの可能性大ですけれども、もう20年も30年も前に警察庁の長官、暴力団員は朝鮮韓国籍、計3割同和が3割って言ってましたから。あ、公の場でこの記事は週刊ポスト記事だが、瀬川のあだ名がマッコリじいさんということはテレビ報道されませんね。確信します。それどころか事件を思い出しちゃうから、拳銃が発見されてもテレビでは放送しないわな。68歳と年齢からしてハーフとかじゃなくて生粋の一世の可能性大ですね。日韓両政府韓国海軍による照準レーダー照射はなかったが再発対策文書に合意しました。なかったことの再発に合意って、両政府バカなんですね何やってんだろう、バカなんだなぁ。世論です。あったから揉めたんだろバカ騎士だ。なかった事案を再発防止ってどういうこと。じゃあ自衛隊機の低空威嚇飛行もなかったんだね。あの壮大な BGM 付き言い訳動画は何だったんだ。やってないなら再発という表現にならんだろ。本当韓国政府ってバカだな。認めたら政府が軍隊の統率取れてないことになるから嘘を突き通すしかないんだろうな。うやむやにするとまたやるんだが、舐められすぎ、死ねよ騎士だ。自衛隊機ロックオンしても音がめなしっていう前例できちゃいましたね。対策案に合意って、合意しても守らねえんだから意味ねえだろ。韓国政府と何合意しても守らねえんだよ。条約も守らない相手に、まだ分かんないのかな。通貨スワップは再開するは、貿易優遇国に復帰させるは、確実に岸田はね、竹島占領してる敵国だ韓国はっていう認識ないですよね。危険な状況を優先、ってありましたけれども、敵国同士なんだから軍事協力なんかできっこねえだろ。何考えてんだ。今日の単身です。東京新聞。いやー、政府がマイナ保険証普及のため217億円の予算でゴリ押ししてる。具体的にはですね、病院に20万円、薬局や診療所には10万円、払って、マイナ保険証を使えて声掛けさせてんだって。あとはですね、チラシ配ったり、チラシ作って配ったり、声掛けを強制されてる窓口職員は不満な模様、文句言われるんだって。パヨジジイが発狂するのはね。東京新聞は同胞を守るために
よっぽど顔写真付き保険証嫌なんでしょうね、保険証の貸し借りしたいんでしょうね今後も。12月にですね、あのマイナ保険証1本になるから今のうち慣れといた方がいいんじゃないの。12月になってね、現行の保険証使えなくなった時大混乱すんだろうな、窓口で怒鳴るおっさんやじいさんが目に見えるようですよ。佐賀市のアパート大家原口俊治っていうのかな、79歳、異性を部屋に入れるな、20代女性の入居者を剪定バサミで脅し逮捕。剪定バサミってあのでっかいあのハサミだよね、おっかないやつ。女性宅に男性が入っていく様子を見た原口容疑者は立腹し、剪定バサミを持って部屋に押しかけたと見られています。入居に際してそんな入居ルールはなかったんだって。異性を部屋に入れてはいけないなんていうアパートの決まりなんか苦かったんだって。異性を入れるなって、お父さんとか弟とか兄貴とかどうすんだよ、こういうわけがわからなくなってるんですね。じいさんが少子化進めてるんですかね。これなんとなくですね、あの確信もなくですね、仲良くなって、体を重ねてそこから進んでいくんじゃないの今時の恋愛って。結婚式終わってからさあなんて人今いないっしょ。いないっしょ。結婚してから、結婚するまでは清い体なんて、そんな人いねえっしょ。なんでしょうね、なんであの腹立ってたんですかね。その女の子のこと気に入ってて嫉妬したんですかね、いい年こいてね。気持ち悪い生臭いって思ったんでご紹介しました。6月から始まる定額減税を給与明細書に記載義務化で企業や自治体の事務負担が増大と。6月から始まるって記事にありましたけれども、これ一回こっきりじゃなかった？定額減税ってあれじゃん、あの増税メガネが減税って一回でいいから言ってみたくて、年間4万円を一回だけ還付するやつ。これ4人家族で16万円、だって子供も含めて、給与明細に記載しないとですね、減税分を着服する悪い企業や悪い雇用者が必ず出てくることを警戒してですね、記載しろって言ってるらしいんですけど、そんなもんすぐバレるし、バレた場合は窃盗もしくは横領になるんだからほっとけばいいんじゃん。4万円で逮捕された人いるのかな。いてもごくごく少ないんじゃないの、そんなあのバカな人は。タクシー現金積んでないタクシーの強盗しちゃうぐらいバカな人じゃないとやらないんじゃないの。これ毎月4万円ちったらさ、あのちょっと考えるかもしれないけどね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。